玉の上に、派手な人がね。はい、どうも、水族館主長の伊沢です。ナイトの山本です。桜です。ナイスガイのスカイです。本日はボブジでもやるぞ。言われた。こちらのボブゲームですね。設定としては、日本語を勉強中のボブは日本語の辞書でカタカナ語の説明にカタカナ語が使われていることが多すぎるなと感じました。勤勉ですね。ボブになりきって日本語だけでカタカナ語を説明する辞書を作りましょうというゲームでございます。カタカナ語の意味を日本語だけで説明する。うん、はい、なんていうかあれですね、僕は相当神経質な男です。カードを引いてお題が決まります、うん、引いた人は自分なりの辞書的な説明をしてください。はい、はい、で、何というカタカナ語を説明しようとしているのか分かった人は早押しで回答します。はい、はいはい、もしうっかり出題者が説明の時にカタカナ語を言ってしまった場合、これの指摘も早押しボタンです。なるほど。はい、なんで聞く側は何のカタカナ語を説明しているのかなっていうのも考えなきゃいけないし、こいついつかカタカナ語言うんじゃないかなと思ったらそれも指摘しなきゃいけない。なるほど。どっちも気を使いながらボタンを構えてください。なるほど、難しいですね。途中でトニーというカードが出ます。はい、トニー？トニーはボブほど日本語が上手じゃないということで。なるほど。助詞が使えません。え、待って、助動詞は助動詞もダメですね。助動詞もダメ。助動詞もダメ。須貝さんボブ張りに細かい。助詞、まあ、大体テニオ派みたいなものが使えないんで、もう、はいはい、単語列挙していって当ててもらうと。当てていくか。僕が出題者になりますね。はい、行くぞ。あ、そうですね。あのね、ボブになってる。玉がね、玉球、いや、玉があってね、玉の上に派手な人がね。これはね、サーカス。おーイエー、おーイエー、おーイエー、ザライ、クセがすごい。ボブの全然辞書じゃなかった。ボブだから。ボブを作ろうじゃない。ボブ。ちょっとボブを作りに行ってしまった。ボブになりきろうじゃないから。いや、で、僕はこれを。あ、それめくってってことですね。はい、トニーだ。トニー。はい、トニー。単語ボンボン言って当ててもらうと。はい、旅行く海外。パスポート。イエーイ。おお、すごい。グレイト。すごいな、今。パスポート予想1個もなかった。旅行っただけなんだけど。カタカナ語に絞られてるから、うん、日本語考え、飛行機とかは考えなくていい。なんでもうずっとボブなの。これももらって、はい、で、伊沢さんがいいか。あ、私、はい、ボブ、マイル。車両の乗るとき安全のために。はい、シートベルト。イエス！イエス！グレイト！車両とかやったら電車思い浮かべちゃった。そうですね。車って言えばいいのに。車別に日本語じゃない。はい、します。入浴後などに頭髪が。ドライエー。正解！イエス！イエス！羊いっぱい増やすやつ。女子使えるから。羊を増やしたりとか、細胞をめっちゃ。はい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 。クローン。イエス。やったやった。哺乳類で最初にクローン作られたのが羊だからね。辞書を作れって言われてるのに全部具体例が入るんだよ。ちゃんと説明してよ。問題文に。そう、世界で初めての哺乳類は羊でみたいな問題文になってるから、ちゃんと辞書を作れよ。いきまーす。うわ、難しい。やべえ、めっちゃむずい。例えば、すぐ例える。本当にむずいこれ。例えば、おうや、朝目玉焼きを食べた日は必ず試合にジンクス。もう正解。やった。説明あんまうまくないね。ジンクスさ、例えずに説明するのめちゃむずくない？ゲリ担ぎとかでいいんじゃないですか。おう、もうダメだ。だからさ、俺に不利なようにみんな問題出す。多分出題うまいのに一回も出題。ゼロから。はいはいはい、英語に間違いました。ゼロ。ちょっと開幕英語だった。開幕英語だった。めっちゃ辞書的に説明してやろうと思った。答え何？答え、ルーレット。ああ、ゼロがあるけど、もっと本質的なとこあるやん。回すとか言えや、まず。はい、いきます。焼き菓子を
生の状態から焼かれた状オーブン。はい、正解。イエスイエス。今がゼロ。今が基礎的に説明が上手上手。ピンマイク。羊毛を圧縮して作られた円形の板に対して羽を持つ直線的な矢尻をダーツ。イエス。よかったよかった。え、羊毛？ブリステルボーダー羊毛とかをまとめたものですね。あ、そうなの。お、最後のカードですね、これが。お、なんで俺一回しかできてない雪上を滑り落ちる。スキー。あお、滑り降りる板で。スノーボード。はい、正解。よしよしよし。もう二択やん。経験してるよ。経験してるよ。いや、全然参加してる気持ちがしなかった。7ポイント。2点。7。3。優勝はふくらいちゃん。I'm born, you are born。 意外とこれ英語言わんことはできるなとは思った。出す側は意識して出すから、うん、そうだね。まあ、初っ端にゼロとか言っちゃうから報告しよう。普通じゃないよ。はい、ということで今回遊んでみたボブ自体いろんな種類がありますけど、概要欄にリンクがあるのでそっちをクリックしてくださいね。ということで我々のマイホーミークイズノフチャンネルのサブスクライブよろしくね。全部ボブじゃん。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。